ついに発売されます東京グール RE Call to Exist。 皆さん準備はよろしいですか？今回は現在判明している登場キャラクターたちをおさらいしていきます。グール、金木健、CV 花江夏樹、ヤモリ戦覚醒金木から物語の終盤竜変金木まで数多くのスキンが登場します。さすが主人公ですね。霧島透夏、 CV 天宮空、西尾錦、 CV 浅沼慎太郎、築山柊、 CV 宮野守、霧島綾人、 CV 梶裕貴、亡き、 CV 下野宏、オール、 CV 橘慎之介、 CCG 亞門幸太郎、 CV 小西克幸、窓明、 CV 瀬戸麻美、有馬希少、 CV 浪川大輔、鈴谷十三、 CV 釘宮理恵。十三は CCG の中で唯一3種のスキンを持ちます。クインクス、佐々木敗生、 CV 花江夏樹、ウリエクキ、 CV 石川海斗、白津銀士、 CV 内田優馬、睦月徹、 CV 藤原夏美、米林最高、 CV 桜彩音、ボス、ヤモリ、 CV 西林太郎、シャチ、 CV 柳田清幸、篠原幸則、 CV 中野豊、ノロ、カナエ、 CV 小林優、エト、 CV 坂本麻也、ナッツクラッカー、 CV三ヶ尻のぞみ、古田二村、 CV 岸尾大輔。以上が現在判明している登場キャラクターになります。いつかボスキャラクターがプレイアブルキャラクターとして操作できるアプデが来ることを心から願っています。僕が楽しみなのはもちろん RE のジェイソンを分回す重装です。インボケで使えなかった分使いまくってやろうと思っています。皆さんが期待しているキャラクターは誰でしょうか？よかったらコメント欄に書いていってください。では皆様、次は東京グール RE Call to Exist でお会いしましょう。お疲れ様でした。